さんに簡単にご説明したいと思います。あの国宝美術館は近代美術館といって、あの時代的にはだいたい印象派よりか1870年代ぐらいの後が、日本でいうと明治維新以降のいわゆる近代の時代の作品が多いんですけれども、まあ、この絵というとなんかそれより古い時代の感覚でちょっととっつきにくいというかね、そうしたあの感じがあの感じられるかもしれません。見てみるとなんかこうキリスト教のテーマっぽいし、こう生物画とか風景が印象派以降 の, あの絵に慣れ親しんでいる我々にとってはちょっとこう距離を感じてしまう絵かもしれませんね。でドラトロワっていうのは印象派の画家たちよりも世代がこう2つ3つ先あの上の世代ですので、いわゆるロマン主義というあの、時代様式を代表する画家なんですけれども、そのドラクロワが1860年に描いた絵です。でタイトルは聖ステファノの稲荷を伝える起こす弟子たちというんですけれども、聖ステファノという人はどういう人かというと、キリスト教が生まれます。でキリストその後最初にキリストに準じて死んだ教者という人なんですね。でこれはペステバノンというのはユダヤ人に石で投げられて殺されてしまうんですね。でそのためにこの辺りに、ね、その石があって血の赤になっています。頭から出血していて、そのために亡くなって信者たちにね、ただ遺骸を抱え起こされて埋葬作業と運ばれる途中だとですね。で、このまあいろいろあの場面書かれてるんですけど、今まで歴史の中では19世紀のバロックの中だとずっとこう石で投げられてこうあって天使がいるところでこう天に、ね。召すことができますようにってやっているところが有名で、そこが一番絵に描かれたんですけど、ドラクロワはそういったありきたりのエピソード場面を避けて、こういったその亡くなった後に弟子に運ばれるという場面をチョイスして描いています。ただこの後ろの壁はおそらくエルサレムになっています。で全体的にこうすごくドラマチックに絵を、作っているんですけれども、それに貢献しているのがまずこの瞬間がこう急にこう奥に行く壁 の, 城壁の遠近法とドラマチックな陰影の対比が、その悲壮な雰囲気を伝える、大変役だというと思います。でドラクロワは、印象派の画家たちは前の世代の人でした。割合なんか歴史画とか宗教画を見てるわけです。で、この絵というのは本当はもっと大きい絵があります。148とか、3倍、4倍ぐらいある。いわゆるサロンっていうのが日本でいうと日展みたいなやつですね。ああいうやつに出した絵の縮小バージョンとして、5年後、7年後か。1853年に描いた元の絵をちっちゃくして描いたものと言われています。で構図は大体一緒なんですけども、もっとこう大胆に筆を使って描いていて、ドラクロワはもうちょっとこう人のために見せるというよりも自分のため、もしくはその絵っていうものをよく知っている通のために自分をさらけ出して描いた感じがあったと。商品なんですけども、僕はフランス美術の専門家なのですが、最近この絵が あっちにあるんですけど、モネ一番最初の絵ですね。17歳18歳の頃の絵なんかを特に研究してるんですけども、これについてちょっとお話ししたいと思います。で誰の絵かいつの絵かどういう絵かって大体お話ししますので、じゃあいよいよ裏側のお話にしたいと思います。はい、で実はですね、昨年と3月まで美術館休館してたんですけども、工事の間にちょっとこれ
が調査しました。その時に額の裏を写真撮影して、あるいは額を外していろいろ写真を撮ったりしました。その時に成果を一つご紹介したいと思います。この絵の裏側はこうなっています。T字でなんか押さえてるだけなんでね、ちょっと思えないかもしれません。まあ力学的に安定していれば大丈夫なんですけれども、まあフランスから来た学装をそのまま生かしてもうちょっと保護するように、多分この箱状の額を日本で多分つけてるんだと思うんですけど、このグリーンのやつっていうのは割合非常に日本的な額装の仕方ですね、はい、でこの額装を外すとこういうふうな状況になってますね。でちょっとね、あれじゃあこれ何書いてあるのって思うかもしれないんですが、普通ここの絵ほとんどカンバス、麻布に油絵ってよく書くんですけど、書かれてますけど、これは実は紙をに書いたやつをクレードルっていうんですが、これに貼ったやつです。で、こう紙だとペラペラなんて安定して額装できるようにこうしてるんですね。で、これっていうのは、色のカラーチャートといって、写真撮るときに使いますね。で、こうしていったときに、この状態でも見えるんですけど、面白いことないですか、ね、そのうちの特に面白いのは、ここに字が出たんです、ね、ちょっと拡大しますけど、ちょっとこっちじゃなくて、もしこういうふうに字が書いてあるんです、ね、じゃあこの字って何なんだろうってやっぱり思いますよね。はい、今私はこれ調査しているところなんですけど、ちょっと裏側に行く前に、その今回の調査のことでちょっと戻っていくと、今ね、こうハンディタイプのこう紫外線写真とか X 線写真、あ、X 線じゃないんだけど、赤外線写真っていうのを撮ることができて、修復家の方にお願いして撮るんですけど、じゃあ赤外線写真、紫外線写真ですね。で何がわかるかっていうと、構造変更した後かな、分かったりするんですね。で紫外線だと補彩後からこう補って補うあやって書くんですけど、補彩なんかも分かります。ただこれはあまりそういった状況がなくて、ちょっとねここの、厚くなんかにも変わってたりしますけど、ここがちょっと後で書き足したから補彩したかったという感じで修復家は言ってましたね。でこういうことが画面の状態とか分かれています。ドラクラに関して言うと、この部分であまりこう表面の方はこう面白い大胆な構図の変更とかそういうのは出てこなかったんですけどね。で裏側の方は、ちょっと面白いところになります。先ほどお見せしたこの裏側なんですが、ちょっと回してみます。なんかこうやっぱりかすれてて読めないんですよね。でこれはもう1860年になって150年以上前、150年前だから、こう人手に渡ってだんだんこういう中でかすれてったかもしれません。何が書いてあるのかなってかすかに読めるのが HARO、 それはフランス語なんで H は足で呼ばないアロって読むんです。アロって読むんですけど、アロって誰だったかというと、実は絵を描く人だったら必ずお世話になる画材屋さんなんです。画材屋さんで、画材屋さんのそれマークなんです。例えばですね、新宿とかにしてね、世界堂とかあってですけど、世界堂ってスタンプ押してるとは思えないけど、そういったノリですよね。はい、はい、ありがとうございます。で、かすれててよく見えない。でも商品で、要するに紙で書いたやつを画材屋さんに渡して、
まあ、こうなんていうかな、学装できるように細工してもらったっていうことなんですね、おそらくね。で、この人を調べてみると、とっても面白かったんです。はい、まずこれが何を書いてるかということをフランスに問い合わせました。そしたら、全く同じものはないんだけど、近いものが出てきました。近いものが。全く同じじゃないですか。近いです。ステンシルって言って、字のところが抜けてるところを、抜けてるなんか紙を押し当てて、インクかなんかでやるんですけど、これは、はい、ほぼ同じ、近い。で、裏側を見ると、とっても面白いんです。というのは、通常美術史ってやってると、あんまりこう裏側見ないんです。表側の情報で、この絵は何を描いているのか、いろんなエピソードからいつ描かれたのか、どんな描き方をしているのか、ということをまとめているんですけれども、裏側の情報をにアクセスできるというのは、大学の研究者のことではなく、美術館なんですね。物を持っている美術館の層がアクセスできる情報であり、情報技術。でこれをそのいろいろ研究者と情報的やり取りして解読した結果が大体これです。ざっくり言うと画材賞の宣伝文句が入ったスタンプなんですね。1849年と51年のパリとロンドンの博覧会で2度受賞したと。芸術の民の五感をもとに伝統書をあるというのもあるんですね。で、バロンの息子にして継承した高品質絵の具取り扱い、絵画修復、体質性ですね、新製法の、発明者ランド、体質性のカンバスので、住所、ボナパルト通り20番、サンジェルマン書いてあるというのが大体分かるんですね。ここまで取り付けました。ありがとうございます。こういうのやってるときっと面白いんで、この人がどういう人かっていうと、アロっていうだけじゃなくて、フルネームの方っていう。この人はエチエンヌ・フランソワ・アロっていう人で、当時の画家が肖像描いてる、こういう人なんですけど。で、この人っていうのは、ドラクロワの日記とか、手紙にしばしば出てきます。で、単にこうその時代最も有名な画家の人のドラクロワとそこにこう出入りしてた画材商というわけではなくて、もっと親密な関係がありました。というのは、アロン親父さんっていうのがさっき置いていましたけど、アロンの息子にして継承者っていうのは、要するに親父の技を継承してるから安心なんだよって言いたいわけじゃないです。で、アロンの親父さんも修復家であり画材屋さんなんです。親父の代からドラクロワはアロンの店に出入りしてて、ちびっこのエチエンヌ・フランソワ・アロンが店の中を走り回ってるのを見てた。それが成長して自分の絵を脱走したりとかするようになっていくのを見守っていたというところなんですね。で、1851年にこのアロが奥さんを寝取ります。ね、フランスとかっていうのは結婚式の時に証人って言ったんですね。その時にドラクロワは友人として立ち会ってます。だからドラクロワとアロという画材商の関係のこう親しみ深さでいろいろ知れてくるというか、で、このアロっていう人は非常に面白い人です。単なる画材商じゃなかったんです。まずいろいろ面白いエピソードがあるんですけど、面白いエピソードの一つが、このアロっていう人は
ある自身が自分でも筆を振るった絵を描いたんです。であのドラクロワが出していたサロンに出品して入選しています。その時に面白いんです、亡くなったドラクロワの肖像を出したりとか、ドラクロワと並ぶもう一人の王の人の百万アングです。アングってご存知ですか。あのドラクロワと並んで19世紀有名だったドラクロはロマン主義と言いました。アングルっていうのは、新古典主義と言われて、ドラクロは、まあ、色彩派の画家って言われるだろうと言われたんですけれども、アングルは線描派っていうか、形をきっちりとって色のきっちり塗ってってっていう、あまりざっくり描かない描き方で、そっちの方が当時のメジャーでした。新古典主義とドラクロはもうロマン主義に対立する、こういう仮立ち義眼になって当時なってたんですね。で、これは左がドラクロワで筆持っています。右がアングルでペンを持っています、はい、でこういった対立する画家の間でどっちにも画材を供給してたのがこのアロという人で、なんか面白いんですけど、じゃあサロンその出品した時にアングルとドラクロは弟子って言って出品してるんですね。これはじゃあ 何なのか、事情を知らないと、中途半端に、ね、美術史を知ってると新古典主義とこう対立してたドラクロワと二人の対立した画家の名前が入っている、その弟子ってなんかおかしくねえかって思うんだけれども、要するに顧客の自慢だったって考えれば合点がいくんじゃないかなと思うんですけど、要するに私はドラクロワもアングルも顧客でしたと、それを絵を描いてる皆さんにアピールしたり、どれだけ自分がこうどこの画材が良かったかっていうことで、宣伝になったんじゃないかなと思うんですよね。やり手だったんじゃないかなと思います。一方でこの人は修復家でもあります。で、親父さんもそうだったんですが、ルーブル美術館とかの、公式の修復家だったんですけれども、一方であんまり腕が信頼されてなかったんですね。で、もともとは画材屋であり修復家、ここにもこうあって、高品質顔料、絵の具取り扱い、絵画修復家って名乗ってるんだけども、だんだんドラクロワも死んで、アングルも死んで、1870年代、80年代って言うと商売の重心を変えていきます。何になっていったかっていうと、こう鑑定家とかオークションとかの取り仕切るエキスパートって言うんですけど、そういう人になっていくんですね。自分でもコレクターになっていくんです。だからもしかしたらルーブルの学芸員とかから修復の腕を疑問されてたのもあって、ちょっとそっちは限界を感じて、だん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 こう商売の重心に移していったんだなと思うんですね。もちろんこういう商売するにあったっていうのは一人でやってるんじゃなくて、自分は店の代表であり職人なんか雇いながらやってたと思うんですけどね。はい、ありがとうございます。で、もっといろいろ面白いエピソードがあるんですけど、他にどんなエピソードがあるかっていうと、このアロっていう人はドラクロワみたいに本当にいろいろうまくてあったんです。例えばこの壁、そちらの2点見てください。そちらのこの2点はそれぞれゾニーとロダンなんですけど、宗教をテーマにした3部作で出してるんですけど、ドラクロワの今ドラクロワのアトリエは、最後のアトリエは国立ウジェーヌドラクロワ美術館になっています。ちょっと甘いんですけど、こういった庭と、展示室。ここの物件を斡旋したのはまずアロだったんです。だからドラクロワの中にもう何でもかんでもしてあげたという形でね。で、この
隣の絵を描いているドニーっていう人が実はドラクロワ美術館を本拠地にしているドラクロワ顧問会っていう最初の会長なんですでちなみに私はドラクロワ顧問会の会員です419番です、はい、でまあいろいろドラクロワ美術館に問い合わせたりもしていろいろこういう情報にたどり着くことができたんですけれども、こう画家のつながりって面白いなと思いました。ドラクロワっていうのはこのドニーだけじゃなくて印象派の時代の画家だって大変好かれたんですね。で、まあ、ペインターズペインターというのがセザンヌなんですけど、画家に好かれる画家なんです。画家中の画家って、はい、でこの絵その何しかないでこの絵は1860年でアロがその今のドラクロワ美術館のアトビュアステンシャルその前なんです。だからこれはアドが出演したアトリエでおそらく描かれているということも分かります。でアドは絵の具を売り額装をし物件も斡旋し、他に何したかというと今で言った例えば輸送会社ですね。1855年にパリで万博がありました。万博の会場ではフランス派の展示ということでやっぱりアングルとかオラステルメとかドラクロワもちょっと狭かったですけれども展覧会が万博の会場でありました。その時に集荷して回ったのがやっぱりアロなんですね。そういうことが残っている手紙とかそういうところからいろいろ分かります。あとは先ほどドラクロワ、だんだん年を追うごとに商売の比重を変えていったじゃないかと言いました。で、絵画のコレクターという目利きになっていました。で、フランスとかっていうのはよくその、財産を持っている人が亡くなるとそれをオークションします。売り立て、競売をしてこう売りさばくんですけど、その時にこうオークションっていうのかな、鑑定人っていうのかな、これはどんな大体価値があってやって仕切るのがエキスパート、それがアドだったんですね。で自分でもたくさんの絵画を持ってました。びっくりするぐらいいいものを持ってて、そのうちの一つが例えばドラクロワとドラクロワの最も有名な絵の一つサグラダ・ファリアでした。こんな大きいサグラダね、すごく3m92m、4m96m、こういう絵を自分でコレクション出て、1897年にアロが亡くなったときはこういう絵を持っているんですね。でドラクロワだけじゃなくて、もちろんアングルなんかも少しあったんですけど、ドラクロワの後の世代、フランス美術はロマン主義の後どういうふうに展開したかというと、レアリスム、写実主義が出てきて、例えばバルビゾンが派とか言いますけれども、その後は印象派って流れ込んでくるんですけど、このレアリズムの画家の代表であるクールベン画家のアトリエという、これもオルセイ美術館にある、ね、絵ですけれども、大作で重要な絵ですね、フランス美術史上。こういうのを自分の手元に持ってた。だから目利きとしてはものすごいな。高い鑑識なんていうか判定する力を持っていた人だったんじゃないかなと思います。で今一生懸命ね、私はこれを見て調べてみていて、まあ、いずれこう何かの形にしたいなと思っています。